ディエゴ・アルマンド・バレンティン・コンテントは、西ドイツ・ミュンヘン出身のサッカー選手。ポジションは DF、SV ・ザントハウゼン所属。イタリア系ドイツ人である。1995年から所属するバイエルン・ミュンヘンのユースチームを経て、2010年1月にチームメイトのダビド・アラバ、メーメット・エキジと共にトップチームに昇格した。1月13日にプロ契約を結んだ。 2月10日、DFB ポカールの SPVGG グロイター、フィルト戦でベンチ入りし、59分にアナトリー・ティモシュチュクとの交代でプロデビューを飾った。2010から11シーズンはの開幕当初は、レギュラーとして起用されていたが、その後は負傷による離脱が多く出場機会は少ない。2011から12シーズンの UEFA チャンピオンズリーグ決勝では、 複数の選手が出場停止だったこともあり、スターティングメンバーに抜擢された。2014年8月、2014から2015シーズンからフランス一部リーグアンに所属する FC、ジロンダン・ボルドーに移籍することが決定した。2018年5月、2018から19シーズンより、ホルトゥナ・デュッセルドルフへ2020年6月までの2年契約で、 完全移籍することが発表された。ありがとうございます。